さあ、大量にね、能力上げまして、スキル関係、ダメージと速度マックスにしました。これ、スキル関係使えば相当強いだろうというところで。で、アイテムはもう持ち切ったので、防御力を他のものにする?まあでもないか。ピッカーパイン。欲しいものはないですね。で、ちょっと移動関係行きたいなと思うんですよ。攻撃速度下げないかないかないから、レベルアップで取ろうと思うんですけど、欲しいのはこのハンマーフィストね。吸血鬼だいぶ追い詰めたんですが、まあ新しいなんかスキル取りたいなということで、ブラックホール。体力を回復せずに15分間生き延びると。それは無理かな。まあ、ドラウグル召喚とかね、進めていければいると思うんで、アーチャーでいきます。で、炎の壁が一番強いと思うんですけど、アイススパイクっていうのも結構ダメージギナ出るんじゃないかなと思いまして、そこをちょっとね考えつつ、クールダウン早めにしたのでその辺使えそうかなと。炎のはクールダウン常時発動なんで、ダメージ感覚かはちょっとわかんないですからね。で、足早くしようと思います。アーチャーに関しては。ある程度上げていけば、マシになるんじゃないかなと。まあ、これは炎の壁でいきましょう。安牌ですね。第2でアイススパイク取れたらいいなと。まあ、種類そんなないので、選択肢的には、あんまないのかなと。で、ダメージですよね。やっぱね、炎の、この壁は後々数が増えたりしますけど、ダメージは特に重要だと思ってまして、まあ、バンバン上げていきましょうか。で、何あげよっかな。まあ、ブロックチャンスかな。肝心な時にね、発動しないというか。足も速くしたいですけども。ブロックチャンスが 50% 超えるんならね、また話は別なんですが。足速くしつつ、炎の壁で倒して、アイススパイクちょっとね、使いたい。サークル数いきましたね。頻度と増えてるかな?わからんよね。炎の壁で周囲に与えてアイススパイクで追ってくる敵に氷踏ませるみたいな。ので行きたいんだけど、弓の火力とか一切いらないかな。まあ、すでに高いですけどね、十分。はいね、サイズ。ナイスブロック。ただ、2回はないか。足遅いな、足出ないね、そして。あ、出た出た。9.9。12とかまで上げればいいんじゃないかな。このキャラまず最初のボスすらね、生き残ってないですから。ブロックチャンス 30% で、まあレベル上げ用のやつ取りつつの、あとはまああんまり取らんと、とりあえず走ってるとスキル解放されるんで、そこ一つ目標として。よし、ナイスギミック。ダメージ、ダメージ16。
ってほしいな。さあここでしっかりと装備品取って、無傷でね、当然無傷取りまして、あげとくか。ちょっともっと早く打てるようになりたいね。火力は本当に十分あるので、攻撃速度、スキル関係もめちゃくちゃ上げたから、いいのが取れればそれだけでいけそうな気がするんだけど、攻撃速度も結構上がってますからね。まあ多分元パーセントで上がってってるっぽいのかな。犬さえいなければ大丈夫。犬、サークルス来ましたね。よし、火力に問題ないね。出たらちょっと危ないかな。防具か、まあ売るだけなんで。よし、ナイス回復。さあ、ヒノはもうだいぶ強くなってますかね。速度上げます。 10.4 いた。ナイスブロック。お、ナイス回復で。毎回銃で殺されてるんですよね、ちゃんと生き延びてる時って。銃にこの意味で対抗できるのか。ザコハンズとザコの攻撃でも100ダメージくらいかかるんで、体力が1000とか、でも騎士で1000いくくらいでしょ、せいぜい。このキャラじゃ500とかくらいしかないと思うんで、今多分300なのかな。回避アクションが実はあったりするのかな。ないですけど。ちょっと足早くしてます。お、助けてあげるよ。回復の子ですね。あとこれね、これ重要なんだね、最後とさ。おっと、罠にはめられたかのように。じゃああいつを撃つか。これボスじゃないんで別に、ただ生き残るだけ。ああいうギミックで殺したりすんのかな。体力低くないですか、ちょっと。第2アイススパイクにできたらだいぶ引きはいいと思うんだけど、問題は守備力だよね。一発撃たれたら死んじゃうんじゃないかな。そんくらい軽いと思うんだけど。で、足はだいぶ速くなりましたね。スタートはやっぱ上げとくべきかな。お、サイズナイス。欲しい。もうきついって、きつい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 。いじめられてました今。経験値だいぶすごい落ちてるな。笛かな、笛がいるかな。3分あるから、おっと、
足まだ遅いですね。あ、そう、ここら辺から吹いてくるのか、そういえば。回復か笛か。回復遠いな。今初めて回復じゃない、体力取ったんだね。こいつで回復しよう。じゃあ、ちいって。次は経験取りに行こうか。下に400いた。はい、アンパイ。速度。でもう一回経験値に行って再度ね。さあ、火のはだいぶね効いてると思うんですけど、危ないよ。あ、ナイス。こっちはもういらないか。ブロックチャンス。サークル数、攻撃頻度が6チャンス、速度いいね。欲しいものだいぶ出ました。ダメージ欲しかったけど、一番正直こんだけ多いんでやっぱダメージ上がった方がいいよな。広がったし頻度なのかな。何回かでレベル上限ありそうだよね。全く出なくなるんで、だからちょっと絞ってるんですけど、ダメージを取りたいなっていうところで。怖っ。 12.4 だいぶ速くなりました。スタートが 9.5 かなだったはずなんで、3上がってます。この火の壁のとこで食らうから、こういう風に動きたいわけですよね。まあ進行方向があるからね。だからボスとかもこの距離感、この距離感でもだいぶ近いんだよな。ここを与えたいわけで、まああいつは変わらんからね。この距離感にいた。痛い。痛すぎる。待って、これ回復しないと危ないか。オブナイスブロック。よし、強い。いいよいいよ。あ、ないか。じゃあ毒にしようかな。こっちは後ろ側を強化したいなっていうところで、これで斧が後ろがだいぶ良くなると期待してます。あともう一個この炎の輪の数が増えたらいいと思うんだよね。いや、狼とかコントロールしづらいから、これね。爆弾硬いやつ。
速も含めてうざく。この引きができるから割と、あ、いいね。サイズか。いや、毒にしよう。ダメージでしょ、多分あとは。ダメージと、まあ、数かな。それこそ。サイズじゃないと思うんだよな。毒はだいぶいいんじゃないかなと思いますね。今上がったのは。こう持続時間か。いや、クールダウンって大事でしょ。最高まで上げましたけども、常に敵を殺せるんじゃないかな。クールダウン伸ばすのはちょっと考えなんだ。マルチョットか。 1.75。 耐えるんだね。揺さぶりをかけないといけないか。この領域を維持するように。数が増えるとこんだけ強いんだな、やっぱ。いいね。まだ数ないかな。上限なのかな。いなくない？よし。楽楽だ。お金か。まあ経験じゃどうせ集めれるんで、すぐでしょ。ちょっと上がんないし。ああ、出ました。これさ、あのエリア出した時に経験値消えてんじゃないかなって思うよね。それあるよね。今全然なかったくない？もっとだって揺れ倒してましたよね。あれ入る前に一回増えとんのいいんだろう。時間的に難しいですけど。HP 上げとこう。でも3回だけかもな。やばい。
撃った方がいいか。当たるかな。これアサクルスフェイル、ナイス。これを待ってたのよ。これボスに永続的なダメージ与えたい。ね、一撃で死ぬと思う、一撃で。そうしないためのこいつの攻撃は。やっぱ、いや、一体ってちょっと。あの雑魚で78ダメージか。足かな。おお。たまたまブロックで生き残ってるけど、あいつからとにかく離れよう。よし、倒せるのかあいつを。あいつ、そしてその先を。ダメージアイススパイクなんですよね。これとアイススパイクでっていう作戦だったんだけど、まあ一回も出なかったから初夏しょうがないとして、あいつ使うか。ブロックチャンス。足はもうだいぶ早いね。スタートのバイクランじゃないかくらい早いですけど、意味がないけど16ダメのゾーンがこんだけあるもん。これこそもあとダメージだよね。ボスをずっと入れることもできるし、ここに。あいつ危ないです。あの猿危ないよ。健康上げてっか、ちょっとどんどん。このゲームダメージ狂ってるよね。このよくわかんない雑魚から80ダメージくらい食らうんで、で銃は300ダメージ食らうと。アーチャー体力300しかないのに、スタート300ダメージ食らうっていう。軽くアップか。これスキルダメージ入んないのがね、レックですよ。まだ足遅いかもしんないな、これ。追いつかれるぞ。追いつかれないようになるのが理想なわけで。危ない危ない。上笛あります。二次感染、わかんないけど、それ。二次でも三次でも四次でもどんどん感染してもらって。これ来たんでしょ。お、毒のダメージね。ピカパンにちょっと上げようか。いや、マレちょっといこうか。で、体力、健康上げます。毒のハンキーですね。これシンプルな、そういうのでいいのよ。100ダメージ、いや100はいいんだな。これだ、まあ、分からんけど強くなってます。毒も、だいぶ広がりましたね。これはまだまだ体力。
さあ10分。あいつを撃つべし。やばいやばいやばい。今のはちょっとズルじゃないか。空爆いても誰なんだあいつは一体。アメリカ軍とかかな。これ緊急参戦アメリカ軍。もしかしたら今吸血鬼とアメリカ軍の連合と戦ってるかもしれないね。危ねえ。これはちょっと一旦逃げよう。上に回復あるからマックスライフをちょっと入れてくるか。毒ダメージいいね。いった65。やばい。ちょっと火力おかしいって。誰なのあいつらは一体。ドラ吸血鬼に近づきたくてもあいつらが怖いっていうところで。でもだいぶ効いてるだいぶ効いてる。うっとうしいこいつら。お空爆やめろアメリカ軍。ここやばいやばい。痛い痛い痛い。早く2分か。前銃で殺されてるから正直それ以外の方がまだマシな気すんだよ。今のうちに撃ちに行きたいな。やりすぎたら死ぬと思うけど。やれなくはないぞ。面が変わる前に倒しちゃいない。よし。お、あ、てかね、そう、日本語バグっていうのは治ったっぽいんですよ、アップデートで。前になんか、もう、一文字も入ってなかったんですけど、今分かりましたよ。陰気なレイヴンには、その長い口橋の背後にある真実が見えないだろうと。脈絡は分からないですけど。あなたが理解できるでしょう。私のところに来てください。腕を切り落とす。こいつがラスボスなのかな。名前のとこはないんだけど。私は南へ十字軍を率いていきます。分からんけど、まあ倒しました。エルサレム。翻訳的にも分かんないですね。エゲノリス、貴様なぜこんな小さなものに話しかけるんですかと。OKOK。 まあ勝ちました勝ちました。スキル3つ目いけんのこれ。アイススパイク行きましょうよ。欲しかったやつやったやった。これもうだいぶうざい。これもう欲しいな。危ない。まだアメリカ軍の攻撃が続いています。一旦回復しに逃げよう。野良でもなんでもいいんだけど。あとあの銃を持った奴らか。吸血鬼何が効いたんでしょうね。この火の壁もだいぶ効いてそうだったよね。数が多くて。あとまあそもそも時間かかると撃ち殺されること分かってたんで攻めたっていうのも大きいと思うんですけど。一応入ろっかな。スパイクも弱いね。この途中だと弱いな。やっぱ1個目が書くんなら間違いないね。
速度かな。でも囲まれるんだよね、多分。多分5分くらいになるか、なると思うんですけど。囲まれた時速度意味ないよね。お金かな。ああ、なんでお金あったんだろう。回復だ。60も回復する。どんだけ HP あんのか。いやでもこれでだいぶ強化取れるぞ。まあもうちょっと新キャラも来ますしね。今回やっと実績が残せた、よかった。無理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 。狼のようにそいつ出されたら無理ですわ。あ、クルダウンでよかったかもしれない。おお、ナイスブロック。78ダメージ。誰なんだあいつは。これの回復量だって60でしょ。重くない？ちょっとその辺の雑魚から食らうにしては。死なないよ、もう炎の壁じゃ死なないもんこいつらが。強すぎるよ。いや、もう音楽かかった。あ、出た。囲み撃ち殺し始めるこっから。今囲んで撃ち殺すゲームが。痛い痛い痛い。でも銃いなくない？あ、銃いないっすね。いないいない、まあ、いなくてもこいつには厳しいけど。二次感染 20% だよね今は。何が今当たったの？肩が当たったのかな。16ダメージ。いや、アイスブレイク、アイススパイククルダウン行こう。体力と足の速さが重要かな。弓のダメージとかあんま上げてもしょうがないですね。あとは純粋能力か。見えないもう。見えない見えない。何なの3ダメージは。誰なの？自分の攻撃じゃないかな。敵の毒かね。てかかぶりすぎ、こっちの毒と。これを通った方がいいね。あ、でも銃いないですね。いつも銃なんか敵を殺せないと出てくるのかな。実はもう本当に殺しに来てるかもしれないね。ちゃんといけたらなんか普通に十分な敵とだけ戦ってる感じで。あと3分いける気がする。スキルはね、もううざい系を溜め込みまして。足の速さ重要でしたね、特に今回は。 0.5 ずつ上がるので4か5くらい上げたのかな。10回くらい取ってると思います、大体。よっしゃ、まだ強くなれる。アイススパイク範囲、毒の半径、マルチショット 2.5。
スパイク数増やす。アイススパイクの範囲って数が増えてなかったらスカスカになるのかな。そういうことだよね。アイススパイク37ダメージあります。踏めば、ただ踏むだけで。残り2分、いけるんじゃないですか。ついに、ついね、ついに。あんだけ戦士で頑張ってクリアアーチャーっていう、あの戦士も2回撃ち殺された回がありましたね。このゲームメイン武器じゃダメージ出さないんだな。剣でも弓でもないですけど、後半だって弓何の意味もないよね。まあ倒すは倒すんだろうけど、序盤はそれこそワンショットワンキルで道を開けてるけど、今度は弓だけじゃどうしようもないよね。マシンガンで撃てば撃つんですけど、残り1分、何かあんのかな。何かあるとしたら1分でしょ。囲んできたり、もう何もなさそう。お、いやー、絶対生き延びよ。何が何でも生き延びる、絶対に。痛い。スパイク、スパイク。え、なんか出てきたんだけど。いて、いて、いて。もういいよ。逃げろ、逃げろ、もう追わない。おお、危ない。いや、なんか時間が増え始めてるぞ。なんか戦えばいいのか。じゃあ、知らない知らない、後ろ頑張れ。もう勝手に逃げる。回復を取りに行こう、あの左の。あと400頑張ろう。ナイスブロック、痛い。あと200、ナイスブロック。ブロック効いてる、めっちゃブロック効いてるわ。あと100、あいつも結構な死にかけてる。よっしゃ、形勢逆転よ。勝ったのかな。ワンチャンこっちが死んでもありそうですけど。あなたは誰ですか。あなたは今以前よりずっと強くなりましたね。前回のアーチャーと比べたらもうすごいですよ。私の復讐は完了しました。私は兄弟たちに復讐した。あなたは人間でありえません。ね、アメリカ軍とも戦いましたし、いまだアルバケーキが気になるな。あいつで囲んだら勝てそうだけどね。勝ったんだな、じゃあこのプロローグ版ラスボスに。銃出てこなかったですね。あの出現条件気になるな。倒せずに時間がかかるとなのかな。出るタイミングも毎回違ったからね。あいつら除けば負けてないので、でも実質的にね、負けてなかったと。マーチは普通に殺されてるけど。私の英雄、南に住んでホットサンズへ。終わってない？あ、勝った、びっくりした。ダメージですが、
炎の壁アーチの倍近く出してますね。他に関しては28万3000、49万。毒28万9000。あ、毒も2回目で増えてるから、結構時間で言うと10分くらい経ってからですけど、強いね。アイスパイクもまあ割と、DPS で見れないから分かんないですけど、それこそ。結構出てますね。金のタイミングの差もあるでしょうし。毒結構いってんだな。うんうんうん。いや、激戦でした。ここでハンマーフィスト来てます。で、このグリムレイヴン倒したから頭がおかしいよ兄弟っていうのを、何それ、それは何なんだ一体。どこにいるのその頭がおかしいよ兄弟は。どこのもんなんだろうね。ショップとかもこれわかんないです。レアなアイテム届ける。とりあえずキャラクター見とくか。ハンマーフィスト、騎士健康300よりは少ないけど、アーチよりちょっと多い。なんか微妙なポジション。鎧は騎士と同じ、ダメージ入れが騎士より広くてダメージがちょっと高い感じか。あ、まあそんなにじゃないですかね。魔法の力で戦うんじゃないかなと思いますけど。新スキルは届く。あ、でも、スカルガーディアン来ますね。スカルガーディアン、ドラグル召喚まだか。聖なる照明。あ、ゴブリン、あれね。オリネツか。スキルの、ブラックホールはちょっと15分間回避せずになので、ポーションもなしなんだよね、多分。キャラクターバンバン強化すればできる気はするかな。15分間、最初の15分間だけなら、ボス戦1回超えてちょっとだと思うんで、うまくやれば無理じゃない気がするね。例えば15分間って洞窟でカウント進まないとこでもいいならガチで放置すればいけそうな気がするんだけど、ちょっと検証してみたいな。まあ、まず勝ちましたね。アーチャーで勝ちました。体力がね、騎士の半分しかないんでだいぶ辛かったですけど、めちゃくちゃ上げたらまず騎士より多かったのかな。まあ、これ体力上げてますからね、ポイント分で。その分ベース上がってるはずなんですけど、それでもなかなかでしたね。相当上げないときつかったね。